紹介したい山田玲一さんの本が、うんうん、女性がどうやって男性に告白するかなんですね、はいはい、この INTP の人に山田玲一さんの告白の仕方がちょっと通用するのかっていうのを混ぜ合わせられるといいなと思うんですけど、はい、では、うん、告白の仕方としてあるところ花屋さんに働いてる男性に、はい、うん、花屋と INTP ってちょっと遠いんですけど、うん、その男性に一目惚れしたっていう女性が告白したいっていう相談をしたんですね、うんうんうん、そこでじゃあこんな告白をしたらっていう方法として挙げてたのが、うん、まずセンスを問う花束を彼に依頼してみると、うん、まあこれはなので相手にまず何かを依頼してみると、うん、で2番作ってもらったものを絶賛する、うん、すごいですねみたいな、うん、でこういうことを自分もしてみたいので、うん、助言が欲しいみたいな、うん、ので、うん、カフェに誘う、うん、で相談に乗ってくれたら、うん、高校時代にハマっていたもの今好きなものの話を聞いてすごい教えて連打する、うんうん、自分の暗い話だけは絶対しない、うん、話が盛り上がったところで実は嘘なんです、うん、タイプだったから話がしたかったんだけど、うん、どうして誘ったらいいか分からなかったんです、うん、とぶち込む、うんうん、で聞き出した彼の好きなものの中に私も知りたいやってみたいって言って、はい、次を約束する、うんうん、これ良くないですか。高校時代の好きなものの話を聞いて、はい、うん、まあ音楽とか、うん、ハマっていたもの、うん、ですごい教えてを連打、うん、あ INTP と花屋って合うんだ。合う人もいるしいるしってことなんですか、うんうん、なるほど、うん、学問的に見れたりもするじゃないですか。学術的に、うん、ああなるほどね、花をね、花をなるほど、このように育てるといいとかっていう研究したりとか、なんかどうしてもなんか花屋さん、僕の中の花屋さんだと、うん、ESLJ とか、はい、いらっしゃいませみたいなはい、はい、感じかなと思ったものですから、うんうん、まあいろんなパターンはあると思います。なるほど、うん、でもまあ要は何か、うん、依頼をして、うん、でそれを褒め、うん、誘い出し、うん、高校時代にハマっていたものを、うん、乗ってくれるのかな。その聞き方にもよると思いますよね。聞き方というのは、なんかこう相手に質問しろっていうじゃないですか、コミュニケーションを取るときに、はい、だけどあんまりしつこくこれってどういうこと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 って聞くと尋問みたいじゃないですか。あの聞き方はなかなか難しいですよね、はい、うん、だからさりげなく聞ける人であればいいと思うんですよ。高校時代なんかハマってたものあります、うん、って な、うん、なんかこうやってる時とかになんかさりげなくこう時間を潰すような感じでとかだとするとなんかあ、はいはい、私話すのが苦手なんで、うん、もしそういうとこ行ってもちょっと沈黙になったりすることがあるかもしれないので、うん、もしよかったらなんかその、うん、好きな本とか持ってきてくださいよって、うん、今喫茶店行くのを想定してるんですけどね、はいはいはい、喫茶店で時間潰すのに、うん、私も雑誌とか読むんでって、うん、好きな本とか持ってきてくださいよ、うん、って言うと、うん、好きな本持ってくるわけじゃないですか。好きな本がないかもしれないです。 INTP でそれはありますよ。 INTP が絶対本が好きだとは限らない。でも本をもなんかそのなんかテキストとかかもしれないじゃないですかあで僕は今何を狙ったかというと、うんうん、そこで趣味が分かるなと思ったんです、うん、何をやりたいかとか、うんうん、で何読んでるんですかって、でそんなものはもう持ってけないよみたいなこいつうぜってなる場合もあるじゃないですか。なるほど、うん、だそこから探りを入れていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。この山難しいですね、うん、INTP 山。好きな本をって言われたら、まあ、特に好きな本はないよみたいな。それも迷うんですか、カフェに持っていく本ぐらい。だってなんかわざわざ持っていくのもめんどくさいとかあるじゃないですか。あの勉強のためには本読んでるけどとかいう人もいるじゃないですか何かを学ぶためには本読んでるけどわざわざ持っていくのもなみたいな。僕どうやって口説こう INTP の女子。だから、まあ、会話ですよね。会話のコツは何かですよ。だから初対面の人、何もわからない人に。なるほど、これちょっと難しいですね、はい
1から10まで質問しなきゃ答えてくれなさそうだけど、もう自分の話はいいよって思われそうと、うん、だからさりげなくだと思うんですよ。高校の時何が好きだったんですか、こういうこと好きだったんですかって聞かれるとちょっとうざくなりそうじゃないですか。で僕はそこを掴むためになんか本持ってきてってやろうとしたんですけどね、なんか映画とかよりも、うん、あの敷居が低いじゃないですか。映画の方が敷居が低いんじゃないですか。 INTP にとって INTP も音楽好きだと思いますよ。音楽とか映画とか INTP 音楽聴かないですよ。聴きますよあ、メタルの種類はとか言い出せますよ。あー出たメタルかメタルの歴史はとか言い出しますとおじいおズボンですねって、それはメタルじゃありませんとか言われそうですよね、うん、メタルの起源はとか言って話し出しますよあ、だとありがたいですよ、うんうん、教えてほしいですもん。そう、へーって言っとけばいいですもん、はい、そこまでいくとありがたいです、うん、はい、なるほどね。好きっていうワードがダメだと、何かを開発しようとはしないのじゃないかな。基本外界は客観視分析対象な気がすると。好きというワードがダメだと、何かしら頭の中で知識やアイデアを入れてジャグリングしているイメージがあると、うん、率直に付き合ってくださいでいいんじゃないのかなと、うん、あ、うん、どうぞ。まあそれでいい気はしますけどね。恋愛は名水さんは、うん、INTP の接客業ですが、うん、自分の仕事を興味を持って聞かれるのが一番話しやすいです。答えが出ましたINTP 女子を狙う男性諸君、うん、おめでとうございます、うんうん、答えが出たかどうかは分かんないですよ、うん、これ一つのパターンですもんはい、はい、僕の F が出ましたよ、はい、簡単に掴んで、うん、やったーってで行くと失敗するんですよなるほど、うん、でまたこの名水さんはあれですよね、はい、接客業なので、うん、どうしてもこの役割的にちゃんとできてるじゃないですか、うん、その演じてる部分があって、うん、なんかそのはいはい男はこういった時はいいんでしょみたいなのがうまそうですよね。まあわかんないですよね一面をさっと切り取ってこれが正解ってやりがちですよね、はい、これはこうだって言いがちですよねやりがちでもなんか一旦そうやって決めてやらないと、うん、なかなか取っかかりがつかめないじゃないですか、うん、って思ってるんですけどね。確かに仕事関係の話をしてるときが一番感情が見やすい感じがするかも、うん、確かに接客業とかで仕事の話だったらもうどんだけでも話せますよね、うん、あ、いや質問できるなと思って、うん、嫌な客とか、うん、どんなクレーム、何が嬉しいみたいな話とか、うん、どうなりたい、こうなりたいみたいな、うん、まあ、だいたい仕事してますからね、大人だったら仕事の話を聞こう、はい、映画の話とかタイムリープの話じゃなかったですね。タイムリープの話は見てない可能性は結構高いですからね。